あ、まあね、ちょっと遠くにお出かけしたんだ。でもママに会いたい。会いたい。そうか。さきちゃんが今日から旅に出ます。行ってきます。チェンマイに一人旅行ってきます。一人旅、今夜の、8時前ですけど、はい、10時半の寝台列車で行ってきます。うおー、マジか。気をつけてね。気をつけて。うん、ありがとう。私の吉本先輩のあっぱれ小泉さんが仕事でね、チェンマイにいるということで、うん、あっぱれさんと他の人とかも合流して、向こうでは私一人じゃないんやけど、行くまでの寝台列車がもう全く一人で、そっから着いてからホテルまでも一人。うん、全部チケットとか自分で取ったけど大丈夫かな。でもね、飛行機で行ったら1時間で着くんですけど、やっぱ憧れの寝台列車、うん、14時間ぐらいかかるんですけど。あ、14時間。向こうに着くのは昼か。でもロマンを追い求めずにはいられなくて。さすが冒険家だね。血がうずくのよ、昔の古傷がな。古傷ないだろ別に。傷は。さすが旅する女芸人。ただな、服装はコンパクトにできてんけど、リュック一つで。リュック一つやねんけどさ、なんか重くなっちゃったよな。やっぱほら、お年がね、デリケートなお年じゃないですか。スキンケアがね、結構しっかり持っていかなあかんのよね、年頃なんで。頑張って。頑張るぜ。向こうは多分バンコクとは勝手が違うやろうし、うん、タクシーとかどうなるね。グラブタクシーとかもないかな。うん、どうなんだろうね。ボラれないようにね。絶対ボラれるわ。あ、覚えた、タイ語をかましたれ。タイ語で行くと結構ボってこないらしいよ。あ、この人タイ語わかるんだみたいになって。そっか。ニーギンディープダイマイ。ニーギンディープダイマイ、これは生で食べれますか。まあ、向こう着いたらね、ペラペラの人がいるし。あ、頑張れ。頑張る。うん、気をつけて。うん、トニーは任す。ありがとう、うん、テレビ通話とかもいっぱいするし、うん、多分普通に幼稚園やから朝とかね、ぐずって幼稚園行かへんとかなるかもしれんから、うん、まあ、任せて。朝はいつも交代交代でやってるしから。そうやけどさ、ママがいるのといないのとではさ、やっぱ違うや、気持ち的に。うん、ね、ママは今日からいないって。立派に育つんだぞ。大きくなったママを見てくれ。お土産何がいい？金大具。金大具か。よし、そこのスーパーで買ってこよう。じゃあ、行ってきます。はい、頑張って。お風呂に入りましたが、寝る前なのにテレビを見たいとぐずっています。テレビ見たいの？でもさ、もう夜遅いからさ、寝なくちゃだよ。じゃあパパとさ、約束して、テレビちょっとだけね、ちょっと見たらもう寝ること。わかった？うん、わかった。じゃあ指切りしよう。はい、指切りゲーム。嘘ついた。嘘ついちゃダメ。嘘ついたって。指切った。あ、嘘ついたはハリセンボン。ハリセンボンだぞ。ハリセンボンってわかる？うん、ハリセンボンわかる。お魚、さっきハリセンボンいたね。あ、お魚ね。うん、こうやってちくて。お魚のハリセンボンちゃんの飲むからね。うん、わかった。うん。じゃあ一個だけね、後ろ下がってみて。はい、ソファーで見て。はい、偉い。約束をすると大抵守ってくれます。魔法の世界のトニー。トニーは魔法使い？うん、すごいね。うん、歯磨き、歯磨きゴシゴシ。いい、パパがやって。仕上げはお父さんね。おー、いいね。ママ出るかな。来ないみたい。出ないね。まだ来ない。待とうか。来た。あ、来た来た。まだ見せないな。ま
見てて。お風呂は入った？お風呂入った。歯磨きは？歯磨きは終わった。終わったか。綺麗綺麗だね。うん。今どんな感じ？今はめっちゃ待ってます。え、どこ行ってる？なんかレストランあると思ったけど、どこ？なくて売店しかなくて。どこ行ってるの、ママ？駅だよ、駅。大きな駅にいるんだよ。もうほんまに椅子に座ってる、ずっと。電車の椅子？電車の椅子に座ってるよ。電車を待ってる椅子ね。ねえねえ、寝れそうですか？うん。パパと一緒に寝寝できそう？うん。できる？できる。えらい。だ、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 リオくん、ちょっと寝かしてあげて。はい。気をつけてね。じゃあね。おやすみ。バイバイ。バイバイ。おやすみ。よし。じゃあ寝ますか。ん？じゃあ寝ますか。寝ます。ね、寝ます。お、寝ます。何そのポーズ？これは準備運動。え、準備運動？寝る前の？こんなん今までしたことないじゃん。急に。寝る準備運動できた？ああ。よし。いや、まだできてない。まだできてないんだ。なんだそれ。なんなんだその動きは。もうすごいな、そんな。片足でバランス取って。バランス見てたね。うん、すごいバランスだね。すごいバランスだな。うわ、すごい。うん。すごいね。うん。すごいだろう。うん、自慢の息子だ。うん。じゃあ寝るか。電気消すね。電気消すよ。怖いパパ。怖くない、パパがいるよ。大丈夫だよ。おやすみ。うん、明日またママと電話しようね。うん、おやすみ。おやすみ。うん、大好きだよ。うん、どうした？ママ。ママいないね、起きたら。うん、いつもはね、寝るときにね、いなくてもね、起きたらいるもんね。ママはね、ちょっと遠くにお出かけしたんだ。でもママに会いたい。会いたい？そうか。もうちょっと待ったら、ママ帰ってくるから。それまでパパと過ごそう。うん。朝ごはん食べる？おいしいの作る。はい、というわけでおはようございます。トニーは今ですね、アニメを見て少し落ち着きました。あのね、タイに来てからあれなんですよ、朝起きてサキちゃんがいないっていうのはね、トニーにとっては初めてだったんですよね。日本にいる時は大阪に出張とかあって、まあ朝起きてもママがいない、ママお仕事でいないっていうのはあったんですけど、結構久しぶり、半年ぶり、4、5ヶ月ぶりだったのでかなり寂しそうですね。強くなれ息子よ。朝ごはん作ります。今朝はパンとブロッコリーと卵焼きとヨーグルトでございます。ダメ、えストップ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 え、カメラは、カメラ撮らないで。あ、分かった分かった、撮らないでとのことなので、朝の様子はここまでで。はい、というわけで今息子を乗せた幼稚園バスが出発していきました。あー、バタバタだった。ママがいないっていうのをね、めっちゃ泣いてね、なかなか朝ごはんをね食べるのも時間かかりまして、こっちのね幼稚園に通って初めてね、食パンを加えながらバスに乗るというね、なんとも豪快な出発で行きました。食パン加えながらねバス乗れるかなと思ったんですけど、バスのね中の人が降りてきた時にね、めっちゃ笑ってですね、あ、全然大丈夫だよっていうことでパン加えながら出発していきました。ありがたいですね。そういうところを許していただけるのも
タイの良さですね。あの息子はですね、パンをね先生に見せるんだって言って、いつもよりウキウキで出発していきました。カシオイで、コーヒーでも飲もうか、カシちゃんね。お昼ご飯はバーガーキングを出前しました。忍者バーガーっていうねバーガーを頼みました。照り焼きバーガーですね。すごい外からラグビー部のような掛け声が聞こえてきますね。多分なんかの工事かな。うん、帰ってきました。おかえり眠そうだなバスの中で寝てた、うん、寝ちゃってんじゃんこれ髪の毛どうしたの。結んで帰ってきた。どうしたこれ、結んだの、靴脱ぎな、靴脱いでソファで寝な。バスから降りてきた時にものすごく寝起きの顔だったので、すごい寝てたんだと思います。眠いね。靴脱いで手洗って、そしたらソファで寝ていいよ。靴脱いで、あらこれは今まででも一番眠たそうだな。過去こんなに眠たそうな息子は初めてですね。相当眠たかった。お、起きた。お、えらい。今日は週に1回のプールの日だったので、かなり疲れてるんだと思います。ゆっくり寝なさい。今日はプールだったので濡れた水着を、あとタオルを洗濯機で洗います。でもう夕方なので部屋干しで扇風機をね駆使して乾燥しちゃいます。ピーン、ここジャンプしたん、うぃー、ナイス。ショベルカー、ショベルカー出てきた。行くぞ。ほい、ショベルカー。ほぼあパパのスケボーが、うぃトマト、うぃ全員集まったわ。もう全員集まった。見てて、行くよ。お、あー見ててね。うん、やってやってこれ、将棋の仕方。警察ですか？ポリー。ポリー。見てて。ほい。すごいじゃん。すごい？うん。ありがとう。スケボーさん。なに？ちょっとジャンプ。すごいだろ。すごいね。すごいだろ。くるくると回る。すごい。縦回転もできるんだ。なにね、スケボーさん。なんだい？くるっと回るぞ。お、すごい。くるっと回るんだ。スケボーさんもくるっと回るよ。おい、どうだ。コロ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 。お、くるっと回ってるね。夜ご飯食べに行きます。パリパリパリ。うん、今日はトニーの好きなエビのお寿司を食べに行こう。ジャンプ、イエーイパパ、なに、ポンカレー。どう、スシローに来ました。混んでるね、今日は平日なのに。トニーの大好きなエビと卵と納豆、もういっぱい食べな。うん、ええー。うん？あ、15？あ、15だね。そう、15。すごい。トニーと二人だけで回転寿司に来るときはいつね、もうお腹いっぱいで早く帰りたいって言うかわからないので。もう早めにね、いっぱい頼んで、こういつね帰りたいってダダをこねられても大丈夫なようにしておくっていうね、これが大事です。このラーメンはですね、マグロ醤油鶏白湯ラーメンです。詰め込んだね。いただきます。うまいね。あ、ちょんげーよ。はい、ちょんげーよ。
すごいな、俺と同じ量じゃん。すごいよ、パパと同じ量食べてるよ。よく食べるね、すごいね、でっかく育て。はい、帰ってきてお風呂入りました。落ちない。それ何？落ちなく。帰りのスーパーで買ったね。ただ約束は？約束覚えてる？うん。何でしょう？お風呂入って。お風呂入って、うん、あと何だっけ、歯磨き、歯磨きして、うん、で寝る準備したらおもちゃだけ開けていいだったよね。歯磨きした？歯磨きしてなかった。じゃあ歯磨きしてから開けないと。よっしゃ、偉い偉い偉い。おお、上手。あ、チョコレート。ちょっとカメラ目線になって上手。仕上げお父さんって言って。仕上げはお父さん。ごろんだ。あ、はい、できた。ね、これで。またぐちぐちぺでしょ。え、ぐちぐちぺ。そう。もし何かな。開けて。何が入ってるかな。わ、チョコって。チョコは、約束は何だった？チョコは後であげる。そう、明日ね。あ、この金田エッグっていうチョコエッグのね、おもちゃなんですけど、チョコエッグってか何だろう。チョコとおもちゃで半々になってるっていう、非常にいいですね。これ見て、パパ。あ、なんだ。うん。何だった？これは組み立てるやつんだろう。今回のおもちゃは、じゃん。なんかこういうやつです。なんだこれは。よくわからないが、組み立ててこのアプリでスキャンすると多分立体で出てくるみたいなやつだね。なんかタイ、あの Mac のハッピーセットとかもそうなんですけど、こういう QR で読み込んで立体になる系が多いですね。あ、すごい。あ、すげえ。組み立ててんじゃん、一人で。よくできたね。こういうおもちゃでした、今回は。なんだろうね、これは。なんだろうね。これは当たり？当たり。当たりだね。当たりです。やったね。これ、これもあるって。あ、車？うん。嬉しい？うん。嬉しい。当たりでした。ベッドの上で遊ぼうか。うん。じゃあこれママに送るから、ママにお休みのメッセージ言って。マニ、これ見せたいな。じゃあ見せて。カメラこれ見てるから、ママ。ちょっと見せて。うん。ママ。うん？ママじゃないパパ。ママがこれ見てるよ。ママにメッセージ言って。メッセージ。うん。ママに電話する。電話したい？うん。ママ今ご飯中だから出れないかも。でもご飯中じゃなくて、ママ。じゃあママにメッセージ言って。メッセージ。ママにおやすみって言って。おやすみ。見て、顔丸。俺丸丸。顔？パパの顔丸い？うん。こうやってブーって。ブーすごいだろ。ブーして。来たね。うん。近いじゃん。じゃあ電気消すよ。うん。おやすみ。遊びたい。でも夜遅い。明日また遊ぼうか。うん、ま、パパと遊びたい。パパと遊びたい？ああ、また明日遊ぼう、いっぱい。うん、おやすみ。うん、おやすみ。うん、電気消すよ。ああ、はい、おやすみ。怖い。怖くないよ、パパが隣にいるから大丈夫だよ。おいで。うん、大丈夫だよ。大好きだよ。うん。おやすみ。うん。おはよう。おはよう。
おはよう。おはよう。起きて。起きて。まだ眠い。まだ眠い。でも起きなきゃ。ほらほら起きて起きて。まだ眠い。でも行かなきゃ。でも眠くなっちゃった。眠くなっちゃった？うん。でも起きないと。あともうちょっとバス来ちゃうよ。起きてうん。いっぱい泣いて朝から。もう目が腫れるほど泣いちゃってるやんか。鼻水出てる。うん、ちょっとどころじゃないよ。たっぷり出てるよ。昨日の近代エッグのチョコをあげたら泣きやみました。美味しい？美味しい。ちょっと今日さ、保育園のバスがさ、もう乗るの間に合わなそうだからさ、園長先生にさ、今日はタクシーで連れて行きますって言ったからさ、パパと一緒に行こうか。幼稚園行きたい。ママ、ママ、これ見て。かっこいいでしょ。かっこいいね。それは何？これはアイアンマンゴー。アイアンマンゴー？アイアンマンゴーベルザボーっていうんだ。虫を倒せるんだ。虫を倒せるんだ。虫なんだ相手は。私も準備しよう。朝食付きやねん。どこ行くのママ？今日もチェンマイをおしゃれカフェと市場とマッサージも行けたら行って、あとはなんだろう、忘れた。パンが焼けたぞ。いっぴいっぴばいで、あなたパンを、てはめにめいろ、また雨が降って流された。上手。いっぱい歌えるようになったな。気をつけて幼稚園行っておいでね。うん。バイバイ。バイバイ、幼稚園頑張ってね。うわうわいっぱい楽しんで。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ママ元気そうだったね。夜帰ってくるから寝た後だな。ママが帰ってくるのは結構遅いって言ってたから、だから明日の朝にはいるよ。起きたらママやったな。じゃあ食べたらパパと幼稚園行くか。幼稚園行くの。テレビ見たら幼稚園行く。え？テレビ見たら動物園行く。動物園？あれ変わった。幼稚園でしょ。ずっとニヤニヤしてるな。さあ行きましょう。パパ歌って。ん？ピアノでこうやって。ピアノで、うん、僕らのクラスのリーダーはビッチバービッチバービッチビッチバース。お、あ、それギター？もしかしてギター。ギター、お、このベルトギターだったのか。ギター弾いて、じゃあピアノ弾くね、パパ。行くぜ。ディッ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 、僕らのクラスのリーダーは、ヘイ。ビッチバービッチバービッチビッチバウス。イェイ、強くて明るい元気な子。救急車だ。パトカーは？救急車だ。パトカーはミッキーマウス。ミッキーマウス。ミッキ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 マウス。あー眠い。え？眠い。眠い？うん。急に眠くなっちゃった。もう着くよ。あ、ストップ。あー、ティニティニ。せっかく外に出たので、ちょっと今日は外で仕事しちゃおうかな。カフェとかで意識高い感じで仕事しちゃおうかな。カフェ来ました。博多コーヒー。ここなんか Wi-Fi と電源があるらしい。で、しかも見てこれ、モーニングセットフリー。フリーですよ。そんなことある？行ってみましょう。
カフェめちゃくちゃ良かったですね。ちょっとお昼ご飯を食べたいと思います。さあどうすってか。めちゃくちゃ種類があるな。選び放題だもん。すんごい種類ある。やっぱガパオかな。コーガパオムヌティカ。来たよガパオ。食べてたらお腹痛くなって急いで走って帰ってきました。おお、なんとか間に合いました。ガパオライスの味はまあ普通でございました。おかえり、おかえり。めちゃくちゃ眠そうじゃないか。寝てた？靴脱いで、靴片付けて。おー、偉い。寝た。テレビ見る？うん、そんな格好で、うん、すごい体勢じゃないか。寝なさい、寝ときにしよう。おやつタイム。パパはあれないよ。なんで、一緒に食べようよ。キムタム、はい、どうぞ。チョコのクッキーですね。うん、高カロリー。これはすごい甘っ。この世のすべての甘さがここにあるわ。おいしいね。まだあるか。一個だけ。3枚だけ。3枚だけとは言わないよ、それは。だけじゃなくて、もう3枚もになっちゃう。1個いっぱい食べると、ブッブッってなるよ。ブッブッ、こうなるよ。終わり。1個だけ。3個も食べたら、3個も食べたら太っちゃうよ。この顔怖い。3個も食べたら太っちゃうよ。怖い、この顔。この顔怖い。太っちゃうよ。どういうことだしね。お願いって。可愛く言ってもダメだ。それは終わり。あれとか。甘いからこれ。マンゴー食べる？マンゴー入れない。これを入れたかった。そんな悲しそうな声で言うな。ずるいぞ、悲しそうな声で言うのは。もうわざとそういう声出してるって知ってるんだからね。これを入れたかった。ほら笑って。これ入れたかった。ほら。これ甘すぎるからな。また明日食べようよ。お腹空いちゃった。お腹空いた？うん。もうご飯、じゃあ夜ご飯にする。もうおやつにしたいんだもん。おやつにしたいの？うん。ご飯じゃなくて？うん。今日の夜ご飯です。あ、当てていいのかな。いいよ。トニーのご飯はこんな感じです。納豆と海苔玉ご飯とブロッコリーと卵焼きと、これがですね、ムーサテかムーピンかどっちかなんですけど、豚肉の串、これがね10本で結構安かったんですよ。10本でね300円ちょっとぐらいだったと思います。これ好きだわ。これ好き？うん。美味しい？うん。お肉はもういっぱい食べな。気をつけてね、喉に刺さらないように串は。そうそう、横にして食べる。そうそうそう、上手上手。でこれ野菜ジュース。で僕はこのカオマンガイの上の肉のみのやつですね。でこのねレバーっぽいやつは、これねよく分かってないんだよね。レバーなのかな。なんかねカオマンガイをタイで頼むとたまについてくるんですよ。このおまけみたいな感じでプルプルしてて、多分好きな人は好きなやつ。火は通ってますね。でこれがおまけでついてくるスープなんですけど、もう尋常じゃないぐらいは多いんですよね。毎回腹タプタプになる。でこの店はカオマンガイはね50バーツとかです。で宅配料がこの店はタダでした。宅配料ねめっちゃ安いんですよ、タイの
出前って他のお店でも7バーツとか、だから3、40円ぐらい、日本だとね、500円ぐらいするよね。乾杯する？うん、乾杯。じゃんげーよ。じゃんげーよ。ママ、ついに今日の夜帰ってくるぞ。夜で？うん、夜帰ってきて、多分寝てる間に帰ってくるんじゃないかな。ママは夜帰ってくるの？うん、ママに会いたい？うん。串好きだね。ご飯も食べて。あ、卵焼き全部食べてる。やった。ブロッコリーは？ケチャップつけたら食べる？うん。お、偉い。パパ、これ見て。入れるよね。ゆだりゆだしてる。うん。俺も串食べる。うん。うまい。カレー風味かな。ほんのり甘くて、子供が好きそうな味で。辛くないです。ちょっとこれにつけても食べてみようか。うん。あ、甘っ。甘い。これは？チキンって大丈夫。甘っ。甘すぎるからつけなくていい。うん、甘っ。え、パパ食べたこれ。食べたけど、ちょっと甘すぎるわ。え、キュンキュンって？うん、あんまりピーナッツバターの。これは辛いもんね。カジがついてるから。カジ？カジ。あー、火のマークがついてるってこと？うん。あー、そうそう、すごいね。そう、辛いものには火の絵がついてるんだよ。火のカジ、これは、うん、これ見て、納豆全部あげた。あ、ちょっとだけ残ってるよ、でも。え、本当だ。えらいえらい、綺麗に食べれたかな。じゃん。おー、すげえ。あ、汚い。汚いよ、それ。うーって出るんだ、ちょっと。うーわ、汚いぞ。捨てダメ。なんでダメか教えないといけないな。ブクククってやると、他の人に跳ねちゃう。ビチャビチャ。すごいだろ、プール。すごかった？プール？ええ、バタバタってきた。すごかった？泳げるもんね。うん。手も出るんだ。最近は水をブクブクやって深く潜る練習をしています。すごいだろ、ブブブってきた。すごいな。あ、その練習も大事だな。できた。やっぱママがいないとちょっと寂しいな。男二人でも楽しいけどね、ママがいるともっと楽しいね。だから一人でこの2日間夜何しようかなっつって、普通にゲームしたり映画見たりしたんですけど、なんでしょうね、この寂しさは。寂しがりなんだろうな。なんか今日幼稚園何したの？プール。プール？うん、プール昨日でしょ。今日さ、クマちゃん持ってったでしょ、クマちゃんのタオル。幼稚園で？うん、持ってないでしょ。いや、持って行ったでしょ。なんで丸尾くんみたいな話し方になったの今。タクシーから降りてさ、幼稚園の園に入るときさ、クマちゃんのさ、タオルこうやって持ってさ、おい、みんな、クマちゃん持ってきたよって大声で叫んでたじゃん。おい、みんなとかいうキャラだったんだな。幼稚園ではそういう感じ。パパ、トニーがさ、幼稚園のお友達たちをみんなって呼んでるのを見て嬉しくなったよ。みんな、クマちゃんも持ってきたよって言った。みんななんて言ってた？クマちゃんだって言ってた？クマちゃんだって言ってた。大人気だな。ママさ、お土産買ったらしいよ。トニーとパパにお土産買ったんだって。え、お菓子？お菓子かな、なんだろう。チョコかな。チョコかな。楽しみだね。8よ、パパ。ん？8 8? うん、テントに投げる8だわ。あ、橋、うん、渡るの、ここ。うん。あー、橋か。橋をかけたんだ、すごい。うん、すごいすごい、そうそう、こっからここへ渡れるね、うん、すごい、すごいな。これで当たったらジャンプで降りるんだろう。うん、すごいだろ。すごい、一本の橋だと細いでしょ。いっぱい置いたら、ほら、太い橋になった。ほら、ワン、ツー、フィー、ワン、ツー、フィー。お、ドラマ、すごい。ワン、ツー、フィー。ごちそうさまする？ごちそうさま。はい、じゃあごちそうさまでした。あ、遊ばれた。ごちそうさまでした。うん。歯磨いて寝るぞ。歯磨くぞ。磨ける？磨けますか？歯磨くよ。えらい。ゴシゴシ。よかった。
さん、父親、次郎、仕上げお母さん。仕上げお父さん？イエーイ。寝ようか。これ見て。すごい変顔してる。すごい変顔してる。何その顔。あ、もう寝んのすぐ。電気消していい？まだ遊ぶ。もう寝なきゃ。まだ遊びたい。明日また遊ぼう。今日も楽しかった？うん。うん。幼稚園行ったね、さち。うん。行ったね、今日。うん。また幼稚園行こうか。うん。明日行こうか。うん。くまちゃん持って行こうか。明日持ってくの？うん。よし、寝よう。起きたらママがいるよ。よし、じゃあ電気消すぞ。はい。おやすみ。おーい、怖い。大丈夫、パパいるから。いるぞ、ここに。ゆうする、うん、おやすみ。いい子だったね。ただいま。おかえり。行ってきて。